それ目的じゃないですね目的にたどり着くまでの一つの手段なんですよそれってステップバイステップだってこと令和の政策についてちょっとアンチがうるさいので減税と訴えたのは間違いだったみたいなことを言い出したんですねそんなもん詐欺じゃねえかよってものすごい嫌じられるんですよ参議院よりも衆議院のが品がないんです柄悪いんです特に自民党自民党自民党そんな中でそれに加えて女だってことでよりいじめてくるわけですよ 高井幹事長が自身の YouTube チャンネルで、令和が政権取ったら真っ先に財務省を解体して、新しい組織を作るとおっしゃってました。太郎さんは財務省は解体せず、人事権を使って官僚を入れ替えるとおっしゃっていたと思いますが、お2人で意見が違いますが、令和としてはどのような考えでしょうか。ありがとうございます。 令和新選組の、えっ、ー、と、幹事長が高井隆っていうものがやってるんですね。で、もともと、えっ、ー、と、郵政省の、えっ、ー、と、役人だった人間なんですよ。えー、その人が令和と一緒にやってくれるってことになったんですけれども、その人が言ってるのは、財務省を解体した方がいいと。 もちろんそういう考え方もあります。でも、目的は財務省の解体じゃないんですよ。それ目的じゃないですね。目的にたどり着くまでの一つの手段なんですよ、それって。はっきり言っちゃえば。まず何をやらなきゃいけないかって言ったら、30年のこの国の完全に地盤沈下した、そこが抜けたという状態を修復していくしかないんです。そのために、まずやるべきことは何かって言ったら、消費税の廃止だったりとか。 積極的に皆さんの使えるお金をすあの出していくっていうことを国がやる。じゃあそれが今の財務省でできますかって言ったら難しいんです。で、極端に言えば財務省を解体ということに言ってしまえば話は早いかもしれないけど、一気に解体できる話じゃないんですよ、それっていうのは。まずやることは何かって言ったら、やっぱり人事を変えていかなきゃいけないってこと。ステップバイステップだってこと。最終的に財務省のあり方というもののマイナス部分っていうものを取り除いていくためには、 最終的にこれは解体。あなたが言われたような歳入歳出っていう部分を分けてっていうようなことにもたどり着くかもしれない。その間にどうしていくべきかってことは議論していけばいいと思うんです。で、まずやらなきゃいけないことは人事を入れ替えること。つまり何かって言ったら、いくら選挙で勝って、で、行政府の長になって、消費税は廃止にしますとか、消費税はこれ以上増税しません。数年間は。つったって、民主党政権裏切ったやんか。 増税したでしょあの人たち。自民党と公明党と力を合わせて。そういうことが起こっちゃうってこと。だからまずは人事に手を入れなきゃダメだね。つまり何かって言ったら、私たちが国民と約束をした、そういう政策、財政政策だったり、ということに関して、しっかりと前に進めてくれる人たち。 ある意味で肯定的にそれをしっかりと希望を持ってやっていくっていう生きがいを持ってやってくれる人たちをそのポジションについていってもらわなきゃダメなんです。だからファーストステップとして何が必要かって言ったら内閣人事局。内閣人事局っていうのはこれ安倍さんが総理大臣の時に菅さんがトップで官僚人事をやれるぞっていう権力を手に入れたわけですね。それで忖度政治を得れまくったわけですよ。 逆に言ったら、役人の方から忖度していきますって形にしていっちゃったってこと。中にはリベラルの人たちには、もうそんなものがあるからダメなんだ潰してしまえみたいなこと。なくしてしまえって人がいるんだけど、私は潰しちゃダメだと思う。それなくしてどうやって社会変えんのよって。 この巨大な官僚機構みたいなものを変えていくためには人事権逃げられなきゃダメでしょって。使い方なんじゃないのって。そういうことです。なので、先ほど言った通り、その財務省の解体という部分に対してどうやってやっていきますかっていうのはそれは議論していけばいい話。で、インパクトがあるからそれ言おうぜっていうのも私ちょっと自分の中で気が引けるんですよ。だってどういう形にしますってことがはっきりとビジョンが全て自分たちで整えられてるわけじゃないでしょう。 それを考えるんだったら、やっぱりまずは皆さんとの約束。税を下げて給付金を出して、社会にちゃんとお金を回して景気を回復させるってことを、今の財務省の形を使いながらやっていかなきゃダメなんですよ。一気に解体できるわけじゃないからってこと。やり方としては、人事を入れ替えできながら、まずはやらなきゃダメだねっていう、そういうステップバイステップの話をしてます。そんな感じです。ありがとうございます。さあ他、他いかがどうでしょうか他いかがどうでしょうかっていうのも変ですけど。 そちら行きましょうか。スタンド席の方。令和の政策について、ちょっとアンチがうるさいので、政策の優先順位とか、具体的な政策内容を決めてくださると、ちょっと助かるんですよ。ありがとうございます。ちょっとホームページ見てみようか。もう第一項目はこれになってます。消費税廃止。もうこれずっとです。なので、もう私たちからの優先順位はもう決まってんです。消費税5%っていうのは、 2021年の衆議院選挙の時に他の野党と手を組んでやろうとしたんですね。本当は自分たちだけでやりたかったんです。だって手を組んだって何も私たちにとってはプラスになることないんですよ。候補者おろせって言われるだけなんです。私たちの候補者を下ろす代わりに他の野党の議員たちが選挙区で勝利ができるっていうことになるから。私たちが出しちゃうと何万票か減っちゃって野党第一党の議員が選挙区で勝てずに比例で復活するっていう形になるから。 選挙区で勝つためには競合しないようにおろせってことになる。そういう話になった時に、じゃあ消費税がゼロなんて無理なんだから。上げた人間たちだから。上げたことが間違いだったってことを認めたくないから、ゼロとか廃止は無理なんですよ、彼らは。だから消費税5%でどうだって。いろいろ言われましたよ。お前ら廃止じゃなかったのって。5%ってなんだひよったのかみたいな。関係ない。私たちは廃止は間違いなくやらなきゃいけないと思ってる。 でも私たちが廃止ってこだわり続けるってことは、それは私たちが政権を取らなきゃ廃止にはならないわけですよ。事実上。じゃあ、それまで何年かかるんだってことを考えたら、今大変な状況の人たちに少しでも、これは減税っていうことがあったら助かるじゃないですか。だから2021年はそこは折れたんですよ。5%に減税っていうことを前に進めるためにじゃあ共闘しようと思って。だから2021年の段階までがそれです。 それ以降は共闘しても立憲民主党野党第一党が減税と訴えたのは間違いだったみたいなことを言い出したんですね。そんなもん詐欺じゃねえかよって。消費税減税を公約に入れるってことは、それなりに検討した結果なんじゃないのって。それも間違いだっていうような奴らは外役でしかないんです、はっきり言えば。だ、それならばもう、これはそこからは共闘とかなしや。私たち自身が数を増やして、で、野党の中で、令和を巻き込んでいかなきゃ、 前に進めないよね。変えていけないよねっていう状態にするしかないですよね。遠回りのように思えるけれども、これが一番近道だなということです。なので私たちが消費税5%っていうキーワードを出したのは、2021年の衆議院選挙のみ。それ以外は全て消費税廃止。で、政策の優先順位っていうものを見たければ、ぜひホームページをチェックしていただければというふうに思います。 さあ、他いかがでしょうか一番前行きましょうか大石岬子さんの裏金議員の杉田美穂さんの野人に対しての名指し対応を見ていてすごく気持ちよかったんですけど、太郎さんはあの大石さんを見てどう思われましたかもうマニアックすぎて何の話かわかんないでしょ、これ。あのね、えー、国会質問、大石岬子というものがバッターに立ってる時に、ものすごい野人をされるわけですよ。ものすごい野人られるんですよ。 参議院よりも衆議院の方が品がないんです。柄悪いんです。特に自民党、自民党、自民党。維新もそうですけど。そんな中で、それに加えて女だってことでよりいじめてくるわけですよ。矢地がいろいろ飛ぶ中に、女性で野次を飛ばす方々もいらっしゃる。で、もちろん大石とかも、普通に、なんだろうな、そういう委員会の時に、筋が取ってないことには矢、矢を飛ばしたりするんですけど、その中に大石が発言してる時に野次を飛ばされた方が、杉田さん。大石に対して、 ヤジをした。で、そのヤジをしたのを聞いて、大石が、あなた裏金銀ですね、みたいなことを言ったってことですね。ルール守れは、杉田美代さんじゃないんですか名前を言って、杉田美代さん、あの、みたいなことを言って、っていうやりとりを見てどう思ったかって、いう話ですかどう思うも何もない。もうそうやってガチで喧嘩していくしかないよなっていう、正しいやり方だなって思います。はい。いいと思います。悪いことじゃない。ただでさえ時間短いんですよ。3分。 他の、他の大きな自民党とか立憲民主党とかは60分とかね、40分、うち3分、7分とか、対総理でこの間、総理に質問できるってって何分ですか ?1 分って舐めてんのかって話ですよ。ね。その1分で何を追求しろ言うねん話ですよ。ね。まあそういうような、ある意味で不条理の中で戦っていくっていうところで、えー、そうやってやじって潰されたりとか。 いろんな邪魔が入るんだったら、それはもう、ある意味で言論で芝生打ちの範囲だというふうに思ってます。さあ、他いかがでしょうか後ろの方行きましょうか、じゃあ。えー、っとね。